センターの先生の手をね、ただ握るだけだそうです。ただ握る。ただ握るだけ。はい。ぐっと握るんですか。ただ握る。普通に軽くですね。いや、もちろん軽くですか。はい。当たる瞬間に、はい。当たる瞬間に軽いと、あれですかね。はい。スポンジみたいになりますから。はい。ただつくのはね、ここでつくと腰です。はい。腰で。だからこうして、はい。手で、つくじゃないですか。はい。ここで、こっちはどっちかというともう何もしないです。はい。ただこっちのこれの代わりに、こっちの代わりにつくんです。これの代わりに。なるほど。これの代わりにこうです。ちょっと好きというのは、まあ、こっちからじゃないんですよ。基本だけですから。はい。好きというのは、あるところが好きなんですよ。こっちに手があったら、スタートはここです。もうどこにあってもつけると。はい、こっちにこう来てるときに、敵、はい、から来てきたら、はい、すぐそばにちゃんと、はい、こっちに持ってきたら、もう前も入ってです。なるほど、なるほど、なるほど。もうあるところからこう出しなさい。手がこうあったら、こっちから、こっちから。こっちにこう、これ、この人話してるときに、つけてもそうそう。はい、ああ、なるほど、なるほど。飽きたとこがましたね。もうそんなとこでやってたら殴られちゃう、うん、もうすぐあるところが好きです。ここ外した。こんな感じでよろしくグーですか。ここがすごくやってないので痛いですね。です本当はもっとつけるんですけどね、痛いからつけないんですよ。鍛えて日々の訓練ですね。そして痛くすごい硬いものに当てたりとかですね。例えばここだけ痛いなくて、こういうところ少しこうつぶれる。ブロックが多分割れるので、それで少しずつ。でもやっぱり先生もここがまっすぐですね。まっすぐ、まっすぐですね。左手は全然練習してないので、左手は普通の。本当だ。本当だ本当だ。教えてもらわなかったらですね、こんな感じになってたんですよ、ここも。こんな感じです。こんな感じにやっぱりなっちゃう。はい、先のやり方っていうのは、例えばバンジー空気水とか、あ、宇宙の降りたいっていうのは、すぐ空気されるんですよ。そうです。重心が前に来たなって言ったらね、はい、空気水。やります、やります。はい。
はい。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 あとの上位はしてはい。はい。はい。そう。はい。はい。はい。OK、よし、失敗。手つきが違うんですけどね。人に、ね、ずっと握りっぱなしじゃなきゃいいから、ここで、ここで早く握ってね。作る気が、キャッチに。はい、突き終わり。はい。Peace!